どうも、本能の小物釣り師です。本日は能登外浦輪島港での釣りです。この輪島港、ご存知の通り、季節風が、冬の北風が、こっちに向かってくる向かい風で、もちろん波もこっちに向かってきて、普段なかなか竿が出せないんですが、今日は珍しく南風、しかも天候晴れで、条件が良いので、竿を出してみたいと思います。さて釣れるでしょうか。それで釣り方ですが、竿の1本は足元で胴突き釣り、もう1本は、浮きをつけて投げさびきにしているところです。ただし、全然釣れる気がしないです。朝方1時間ぐらいやって、全く当たりがない状態です。まあ一応新聞には釣れると書いてありますし、まあ釣り人がいるので、まあもしかしたらこのまま午前中ぐらい見てれば誰か釣れたのかもしれないですが、ちょっと私はもうちょっとやる気にならんなという感じで、帰ろうかなと思っているところです。Thank you.